また新宿で、お買い物や遊びに来られた皆さん、ありがとう、こんにちは。私たちは何としてもこの日本で脱原発を実現していきましょう。皆さん、今原発は日本で、原発は一機も動いていません。原発なんかなくても日本は大丈夫です。原発を動かしたら、万が一地震になったら制御棒が入らず、原発が停止せず暴走することだってありえます。原発を動かしてはなりません。全国で戦っている多くの地域の皆さん、また頑張っている首長さんたち、市民の皆さんと力を合わせて、国会の中で原発再稼働をさせないために全力を挙げてまいります。この間9月に私は岩井島、山口県上野関原発から3.5キロしか集落が離れていない島、岩井島にまた行ってきました。31年間島の人たちは原発を建てるな、そう戦っています。こういう人たち本当に応援したい。安倍総理に言いたい。原発新規建設なんてありえないではありえないと思います。新規建設を断念したと言って、岩井島のおじいちゃんおばあちゃんたちが安心して枕を高くして眠れる日が一日も早く来るように、原発新規建設もう断念しろ、原発再稼働はない、早く廃炉にするべく手続きを取れ、国会で脱原発基本法案や法案を提出して、政治の意思決定で何としても脱原発を実現してまいります。小泉総理が脱原発と言いました。一点だけしか小泉さんと私福島みずほ共通項はありません。でも脱原発を言う人たちと大きく手をつないでいきたい、そう思っています。安倍総理、早く脱原発と言え、その力を市民の皆さんたちと大きく大きく追求していきたい、そう思っています。次に子ども負担者支援法について一言聞いてください。超党派で法律が成立しました。でも長いこと放っておかれ、基本方針案全くダメです。1ミリシーベルト以上を基準にして残っている人たちをしっかり被爆させない、避難を選択した人たちをしっかり応援する、そんな基本方針に案にしなければ意味がありません。また皆さん、福島以外の子どもたちの健康診断、ホットスポット地域をはじめ、たくさん関東でも子どもたちの健康診断をやってくれ、学校で保養もやるべきだ、このことを7回以上ママたち関東ネットの皆さんたちと行政交渉をしてきました。政府はこれから有識者会議を立ち上げるということしか言っていません。皆さん、もう子どもたち予防のためにも、子どもたちの未来のためにも、健康診断と保養をやれ。福島以外の子どもたちに対しても健康診断と保養をやれ、そのことを一緒に実現してまいりましょう。子ども負担者支援法は、福島も福島以外の子どもたちもみんなの健康のために議員立法で作りました。これを実行を荒らしめるために、今の方針案ではダメだ、撤回をしろ、もっとちゃんと作り直せ、そのことを国会で15日から始まる国会の中でしっかり予算委員会などで追及をしてまいります。最後に汚染水について一言聞いてください。汚染水の存在は東電も知っていました。2011年6月の段階で明らかでした。東電は計画を立てたけれども、お金がかかるということを理由にこれをやめました。東電がお金をけちったんです。人の命を考え
は言っています。冗談じゃない。それまでただ漏れなんでしょうか。そして皆さん、東京オリンピックの招致の際に安倍総理はこう言いました。汚染水は完全にブロックされています。冗談ではありません。毎日毎日垂れ流しをしながら完全にブロックなどされておりません。世界に向かって総理が嘘をつく、こんなことを許すわけにはいきません。汚染水の処理ちゃんとやれ。まず最優先で取り組め。再稼働どころではないだろう。そのことをしっかり言っていきます。原子力規制委員会の福田さん、汚染水の対策と再稼働と対策と2つ持っています。原子力規制委員会に言いたい。再稼働なんて後回しでいい、やらなくていい。汚染水の処理の対策を規制委員会はやれ。そう言いたいと思います。皆さん、今原発は動いていない。日本でみんなの力を合わせて原発ゼロ、原発再稼働反対、原発廃炉に、そのことに成功していきましょう。国会の中でしっかり頑張ってまいります。社民党の福島みずほでした。ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございました。